エブリィ。時刻は午後4時7分、エブリィタイム4、続いてはこちらです。ヨーロッパのアイルランドで22日、同性同士の結婚を認めるかを問う国民投票が行われ、賛成多数で承認されました。ケニー首相は、アイルランドは歴史を作ったと結果を歓迎しました。この国民投票は、同性婚を認める憲法改正の是非を問うもので、60% 以上の賛成で承認されました。